ネタバレなんで、この辺話していい。1日で発展中を教えられる。できれば、上半身でガーッと倒すと治る。足が外れたら、上半身を、まあ、無理に倒さなくても大事だけども、開脚の順番が出てるっていう。で、この時に、やっぱり、ハンクの方にそうだけども、足が外れた時に、上半身の感じの良かったなって、打った後ろに出てきたので、やっぱり前にこう向かいに行くといいかなと。人によっては、ね、僕らはこうね、ガーッと壊れるのに、本当にもうその最高に上がる人がいて、ね。体の場所もでもできるんだけど、普通はちょっと前に行く、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 前に行く
それは分かってますよ。そうなんですが、こう真上に上げたところで自力で回す。どうすんだろうな。だから、自分で一緒だから足上げるというと腰を上げる感じで、やっぱりだから完全に真上じゃなくて少しは感じますね。たかたか10分あったらそれでも降りてくるまでに何度もある。ここ背中で、はい。